アンパンマン優しい君はいけ、みんなの夢守るため。今日はね、公園に遊びに来てます。はい、さっき何やってたの？滑り台。滑り台やったの？滑り台好き？よし。さあちゃん、ちょっと太った？うん、太ったかな？太ってないか。さあちゃんに質問します。好きな食べ物何ですか？ブドウ。ブドウ、うん、じゃあ好きなママのご飯何ですか？オムライス。オムライス。ママオムライス作ったことあったっけ？さあちゃん、うん、ある？うん、あるんだ。じゃあ、パパが作るご飯何が好きですか？カレー。カレー、うん、パパあんまカレー作らないよ。家族で誰が一番好きですか？パパと、うん、ママと、うん、カズくんと、うん、トダくん。あ、全員じゃん。ドルル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 ルうん。先生のおでこ熱い。おでこ熱い？うん、いっぱい遊んで汗かいたんだろ。うん。ああ、汗だくだ。帰ろう。はい。何それ？はい、ってことでやってきます。そうだな。夕飯食べなきゃいけないから1時間ぐらいやれればいいかな。なればいいよ。いただきます。お。ちょっと。ちょっと遠いけど、まあいいか。いや、行きます。ちょっと公園で遊んでるトラに鍵渡したよってことなんで、すぐ、配達に向かいます。結構夕方だからそんな暑くない、ちょうどいい気温、ちょうどいい塩梅よ。まあね、毎日がこんな感じだといいんですけど、そういうわけにいかないよって話ですから。マクドナルドしてるよって話で最高。もうすぐ行くからねって話だ。このマンション名でもう場所分かっちゃうぐらいのプロですから、こっちは。こんな日はさ、あったかいし、ビール飲んだら絶対美味しいんだろうけど、昨日ちょっと飲みすぎてね、朝ちょっと二日目だったんで、今日は酒行くかな。酒いいけど、まあ、2本ぐらいかな。お、削ったね。 1.7 キロ。いいよ。うん、行く行く。よし、削ったんでね、心のゆとりが出てきましたよ。一軒終わり。てか、ウーバーイーツ久しぶりやったな。全然最近やってなかったから。やばいね、配達ちょろっとやるの楽しいよ。ここだね、ここだ、新八食堂。来週はね、家族でホテル三日月のプールにね、行く予定なんですけども、ちょっとでも足しになればいいな。ね、ウーバーイーツはね、一回ちょっとサボっちゃうと、ほんとね、もうずっとサボり癖がついちゃうんで、やらなくなっちゃうんですよね、どうしても。これ良くない。けど、やったらやったで楽しいから、いつも心のそばにウーバーイーツは置いてこうよっていう話です。あ、5時までには家戻れよって子供たちに伝えたのに、俺戻れない。あと10分で5時だ。ちょ、急ぐ、急ぐ。やばい、やばいよ。早く、早く帰らないといけないよ。探してるよ。ママチャリだからそんなスピード出ないけど。よし、配達終わり。帰る。子供たちの、まず風呂を入れてからの、風呂を入れてからの、飯だな。ビール買って帰ろうかな。よし。やっぱ二日酔いとか関係ないね。熱いもん。飲むよ、そら。飲むよ。飲んじゃう。
何時まで遊んだの？4時55分。たつちゃんと遊んできたの？いい子来た。これいいね。これいいよ。シソ入ってるやろ。これいいよ。トマトのやついいよ。すげえさっぱりしてる。美味しいよ。うまっ。おいしい。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。あー気持ちいい。